ビスさん、これはなんだっけ、短冊キャンパーさんハート、お、うまちゃんちょっと待って、わあびっくりびっくり、あータワー、七夕のすごいタワー、ありがとう、待ってすごいことなってるありがとう、今日もオンラインもありがとう今日変な体勢じゃなくてちゃんとした体勢で話せてよかったですあ、なっちゃんもすごいタワーありがとう、最近出たタワーですね、すごいありがとうすごいことなってる、待ってありがとう、ちょっと待って、え、何事、え、綺麗これ、ありがとう、あ、なんかすごいことなってる、うわへー、ちょっと待って、早いですコメントと、あー、ギフトの流れが、次、コーラさん、今日お話し会もありがとう、タワー、かわいい、これはピンクの方のクマちゃんのタワー、ありがとう、ありがとう、クマちゃんタワー、すごい、七夕の限定のやつですね、あ、服、タラさん、あ、これはさっきの、あれめっちゃゴージャスだったやつだよね、クマさんが、すごいピンクのクマさんと青のクマさんの、ありがとう、すごいかわいい、待ってちょっと落ち着かないすごいです、へえ、違う、ゆうくさん、ハートのピンクの方のクマちゃんのタワー、ありがとう、かわいい、もう本当にみんな今日もありがとうだし、タワーもありがとうだし、大好きすぎる、ちょっとすごいすごいことになっております、ありがとう、たくさんのタワーすごい、ダブルタワーっていうのか、ダブルタワー、ありがとう、結婚してもすごいことになってる、わあ、ありがとうすごい、あ、マーさん、すごい大きなプレゼントもありがとうすごいことになってる、あら、始まってまだすぐだよ、3分だよ、始まって、ありがとう、ちょっと待って、こっちで撮ると分かんなくなって、こっちで撮っとこうかな、待って、ちょっと撮らせてまたお礼します、ワントさん、うまちゃん、なっちゃん、コーラさん、ふくさん、100番ありがとう、すごい、はあ、はあ、あ、その上ヤマシンさんもありがとう、タワーすごいことなってる、タワーが3つ並んでるの見たのびっくり、ちょっとすごい、ありがとうすごい、結婚しても、あ、マッツンさん、ピンクの方の織姫の方かな、タワーありがとうすごい、読み切れてる、ありがとう、みんなそれ以外のギフトもすごいいっぱい、ありがとう、あー、まあ、ちょっと待って、タマさん、タワーありがとう、あー、すごいことで、あ、ギフトすごいプレゼント、コーラさんありがとう、こっちタマさんがくれたのは飛行士の方だね、ありがとう、星もいっぱいありがとう、みんなすごいことになってる、タマちゃんと把握しきれてるかな、ちょっとちょっと聞いてないです、すごいみんな、それ以外もたくさんギフトありがとう、なんか可愛いギフトいっぱいだ、しおりんさんケーキありがとう、なんかすごいことになってる、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、撮れてますか、撮れてる、多分今のところ撮れてるはず、ありがとう、びっくり、今日ちょっとゲート読み切れないかもしれないけど、ありがとう、これは守りたいこの笑顔、なしちゃんありがとう、今日もね来てくれたよね、ありがとう、すごい、ちょっと全部は読めないかもだけど読んでいきます、にゃんきちさん、俺の夢、あ、毎回くれるやつ、ありがとう、今日もありがとう、イケピーさん、お、誕生日のタワーありがとう、すごい、なんかラッシュだ、ラッシュだ、すごいことになってる、ありがとう、ちょっと待って、イハクさん、これはなんか私は結婚してタワーな気がしてきたんだけどちょっと待って、すごいすごい、ちょっと重い、うん、
もだよね多分。自給自足。そうですね。さっきのお話し会の言ってたのは伏線だったってことですかね。伊博さん結婚してたわ、ありがとう。すごい、結婚してた、珍しい、ありがとう。さっきのお話し会で話してたな、伏線ですね、ありがとうございます。10連も10個もありがとう、すごいことになってる。ありがとう。ちょっとまだ配信始めて6分です。ありがとう、たくさんお祝いを。びっくり。結婚は明けです、今日は。ありがとう、びっくりすぎる、すごいことになってる、ありがとう。もう今日はね、いやもうなんかもうありがとう。ありがとう、いろいろ話したいね、誕生日話し家で約束したので、うわーありがとう、本当にびっくり。重婚ですね。おー、あー見てスクショタイムだ。どう撮れた、 OK、 いけたかな。カイトさんすごい、ダブルタワー、ピンクのクマちゃんと青のクマちゃんのタワー、ありがとう、かわいい、これすごいね、この真ん中にさ空白ができてさここに入れるんだ、かわいい、ありがとう。マルトモちゃんケーキありがとう。へえ、すごいことなってる。驚きが隠せないです、すごい、ありがとう。グッドラックトゥエブリワンさんケーキありがとう。あ、そう、ひーちゃんがしてくれたの、今日はヘアアレンジ、もうねだいぶ半日ぐらい経って巻きは取れちゃったけど、ここはウェーブ巻きに巻いてもらって、後ろはこれはひーちゃんにこれも借りたんですけど、白い白いリボンがついてます、かわいいでしょ、あんま見えないかな。かわいいでしょ、いい感じ。ひーちゃんがね、そうひーちゃんお話し会5時間目で、私は3時間目だったんだけど、そうそのお話し会行く前に私が3時間目の、そうやってくれても時間がない中でありがとうって感じ、大好き、ひーちゃん。あ、かなちゃん、あ、今日久しぶりに話せて楽しかったよ、タワーありがとう、すごい。超久しぶりだったよね、今日会えるか心配だったけど会えてよかったです、ありがとう。かわいい、たくさん、なえちゃんありがとう。え、そうなんかね、 SK48 さんの12期研究生さんの倉本、なんか俺の夢すごい、ちょっと待って。倉本花さんが私のねオンラインお話し会を撮ってくださってたみたいで、昨日切り抜いてる方のがたまたま流れてきてみたんですけど、なんとびっくり、なんかアルバム5枚分もね、そうお話し会撮ってくださってたらしいの、だけどお仕事か何かが入って、そう来れなかったみたいで寂しい、そう今日お会いできるの知ってたから楽しみだったけど、そうどうしても来れなくなっちゃったみたいで、でも本当にそう撮ってくださったのがすごい嬉しくて、48グループ内のね関わりがもう今は少ししかないから、こうやってしてね、そう関われるのがすごい嬉しいなって思って、次 SKE さんが新しいシングルを出されるんだけど、今オンラインチキ会かサイン会かで迷ってて、ちょっとこの動画を花さんに届けてほしい、どっちがおすすめですか。そうありがたい、本当に今日お話できなかったけど、そう気持ちだけでもすごい嬉しいです、ありがとうございます。あ、届いたらいいな。あ、さっきの俺の嫁タワー、タイピーエンさんありがとう、嬉しい、俺の嫁タワー初めて見たかも、ありがとう。愛が伝わりますね。あ、マイク74まで来た、嬉しい、あと3つだ、すごいありがとうね、みんな、あーすごいすごい、そうお話はできなかったんだけど、びっくりびっくり、本当に本当に5枚分も、私の分5枚分とリオさんの分5枚分撮ってたみたいで、そうね、残念がってました。え、そうだよね、せっかく撮ってくださったのに、またお話できる時があったら話したいな、ファンレター送ります、
チェキとサイとどっちがおすすめか聞いてください。あ、しおさん待って。本当にしおさん、あら何ヶ月ぶりですか、ありがとう。え、私の誕生日覚えてくれてたの、嬉しい。去年もねお祝いしてくれたの覚えてるよ、ありがとう。久しぶり、ちゃんと元気ですか。ありがとう。私は元気です、大人になりました、18歳です。ありがとう。電子バトしてくれるかな、ね、してもらいたいな。こんばんは、こんばんは。ね、アルバムやばいよね、山下さんすごい、このリボンのフラスタかな、ありがとう、すごいすごい、生まれたから見に行ってた、あ、そうだったんだ、え、いいね、素敵じゃん。おめでとう、ありがとう。あ、トマトさん、写真写真、はい、トマトさん、これは彦星の方の青のクマちゃんのタワー、ありがとう、嬉しい。かわいい、去年もこうやってねお祝いしてくれたよね、ありがとう。すごいピンクと水色のクマさんがたくさん。あ、妹の誕生日ね、へー、すごい一緒。お誕生日本当におめでとう、ありがとう。18歳もね、思い出いっぱい作りましょう。ね、すごい 愛されてますね。自分で言うのも恥ずかしいけど、ありがとう、たくさん頼まれ、また今月ね、もうすごいスケジュールで。そう入ってるんだけど、早めにタワーのお礼をしたいです。わー、たくさんありがとう。すべて写真撮れてるかが不安ですね。最後にもう一回確認させてもらおう。カレル、え、カメラ近づくとねこの辺見えなくなるぐらいタワー、嬉しい、ありがとう、可愛すぎる。すごいいろんなタワーが、誕生日タワーと七夕の彦星と織姫と両方のタワーと、あのこういう感じの七夕の飾りのタワーと、たくさん、結婚してタワーも、これタマさんはこれはハートタワーな気がしているんだけど、本当にいいんですかね、ありがとう。お礼は気持ちだけ、いや、お礼させてください、ありがとう、素敵ね。そうなの、今日はねこんなにタワーとかギフトとかでねたくさんのお祝いもしていただいてるんですけど、実は実は実は、あー。見て見て、見える、ちょっと反射があれなんだけど、ファンの方から、そう、あ、難しい角度が、どうしたらいける、あ、この角度でいけるか、お花をいただきました。あ、これはね今年の研究生の方の制服だね。そう、お花でちょっとドレスっぽくなってる、可愛くない。メールでは送ったんだけど、まだ X とか投稿してないかな、ありがとう。待って。びっくり、クミトロさん何ヶ月ぶり。X の名前も変わってて、もう私のことは忘れたのかと思ってたよ、ありがとう、来てくれて。びっくり、ありがとう。いや、お久しぶりの方もいらっしゃって嬉しい、ありがとね。これすごいよね。ね、なんか生誕のお花っていうとね、花束とかのイメージが強いけど、今年はこんな素敵な衣装のお花でした。多分これは枯れないね、ずっと取っておけるものだと思うから、私去年のねいただいたお花も綺麗に取ってあるから、それの隣に飾らせてもらおうと思います。本当にコミュニティさんとか、多分してくださった委員の皆さんね、今配信見てくださってる皆さん、ありがとう。すごい可愛いの。完成度が高すぎる、素敵すぎる、嬉しい、ありがとうございます、こんな素敵な。プレゼント、あ、またテラップに書こう、誕生日配信七夕、よし、本当にありがとう、良すぎる。スクショタイムしたいよねこれで。お花でそう作ってあるんです、衣装が素敵すぎるよね。どの角度が見えるかな、光がねあれなんだよね、
あ、どの角度かな。じゃあ この角度で行こうかな。この角度で写真撮ってよ。お花のお花のなんて言うんだろう。衣装のいただきました、ありがとう。スクショしてね、ありがとう。かわいい、すごい今年のね衣装の、あー嬉しい。これなんかさ、今勝手に想像したことだけどさ、なんか来年とかもさ、来年の制服とかが次あったりしても素敵だよね。毎年飾りたい。ありがとう、いい感じ。本当に準備してくださった方ありがとう。かわいい、ここのねメッセージカードもすごいかわいい、猫ちゃん。いい感じ、ありがとう。また後でいろいろまとめてスクショタイムしたいな。ありがとう、お花。ねえ素敵なの。ねセンス良すぎる、本当にさすがすぎるね、いい仕事。すごすぎる、お花でできてるの、この、そう、衣装すごすぎるよね、ありがとう。ねえ私の家がお花が増えてく。お花大好きだから嬉しいんだよね。花束とかはねありがちだけど、また珍しいよね。なんか同期とか先輩とかが、そう、花束もいいけど私こっちの方がいいなって言って、私もこれがいいって言ってる子がいっぱいいました。すごい、これなんか同期からもいいないいなって、可愛いって褒めてもらえたの嬉しい。こんな素敵なのを用意してくれてありがとう。ねえお誕生日こうやって配信に来てくれてるみんなもありがとね。そう、あ、リングライト後で消してスクショタイムも確かにすればいいや。情報ちょこちょこ見てた、こっちのセリフでもあるよそれは。ありがとう、こんばんは、こんばんは。いやー嬉しい、やばいね、いやー嬉しい。18歳、大人になったから、やばいやばい。大人になりました、本当に。生誕委員の方ありがとう。あ、笹、そうだ、笹を飾り忘れてた。笹笹笹笹はここでいったの。あー、ひこぼしー。ひこぼしこれをここに刺しよう、よいしょ。あれ、あんま見えない、この辺にしようかな。頑張れ、刺され、こんな感じか。ありがとう、教えてくれて、お誕生日おめでとう、たくさんありがとう。ね、ほんとセンスしかない。すごすぎるね、そう、この時の衣装とか思い出すよね、もし数年後に見たとしても。私はお部屋に飾らせてもらおうと思います、ありがとう。おめでとう、ありがとう。3期で一応使用します。お、嬉しい、これからよろしくね。お、おしろいちさん、すごい、ひこばしの方のタワーありがとう、くまちゃんタワー、写真撮ろう、写真撮ろう、またお礼します、ありがとう。3期生で一番、いつかはね全体で一番になれるぐらい夢中にさせます、ありがとう。18歳の抱負は、まずは正規生に昇格することと、一歩でも夢の選抜に近づくことです、ありがとう。あ、マリュさん誕生日タワーありがとう。アバターと一緒の色のお洋服今日着てる、ありがとう、いつも。アンナさんが卒業されてからも私のことを見てくれてすごい嬉しいです。いつもオンライン話し会の時にいろんなとこに連れてってくれるのが個人的にすごい嬉しいです。アンナさんの初選抜の花だれの聖地とかね連れてってくれたよね、ありがとう。またねお話ししたいです、ありがとう。あ、グロージさん、ちなみに1ヶ月ちょうど1ヶ月はユーナの誕生日なんですけど。ありがとう、タワー嬉しい。なんか楽しなのか、そうじゃないのかはよくわかんないけど。まあ
ンクラブの詩をずっと私にしてくれてるのも X でね、いつもいつもすぐリプをしてくれるのもとっても愛を感じております。一番になるからね、ありがとう。そう、ありがとう、すごいすごいことになってる、ありがとうね、みんな、あー素敵、ありがとう。そう、たくさん飾り付けもしたの、さっき頑張って左右対称になるようにして、ありがとう、たくさん、なちゃんかわいい、たくさんありがとう。すごいことになってる、お誕生日祝ってくれたのお返しです、そんなありがとう。来年のお誕生日も祝わせてください。ありがとうね、お祝いしたいから急遽仕事になったけどイヤホンで、ありがとう。よかったよかった、言うなんですと、なんであなたが反応してるの。ありがとう、そう、いやー嬉しい、楽しい、たっくん今日ありがとう、ケーキありがとう、ザビアクさんもケーキありがとう、ユーナはユーナです。あ、でもファンクラブの推しを私にしてくれてんのも本当に嬉しいです、ありがとう。あ、そう、冷蔵庫に入れなきゃいけないからケーキもね見せたくって、今日はキングレコードさんから、そう、素敵なケーキをいただいて、持って帰ってくる間にちょっと崩れちゃってたというか横になっちゃったから、ちょっときれいにします、見せたい。すごいね、まだ食べてない、本当は同期と一緒に食べたかったんだけど時間がなさすぎて、今日本当にね、そう、枠の時間が終わってもちょっとの間お話ししてたし、そう、あんまり時間がなくって準備とかで、そう時間がなくって同期とね写真撮って先輩と撮ったりできなかったの、このケーキ食べたり。あーでもそれだけね、あーいろんな方が来てくださったりしてるのが嬉しい、ちょっと待ってだいぶ崩れちゃってる、悲しい、あーイチゴが中に、ちょっと待って、プレートがすごいところにある、ユイニャンの湯が消えてイニャンになってる。あイニャン危ない危ない、ちょっともうこれは手でいくしかないよね、はいはい、待ってユイニャンの湯が消えてイニャンになってるんだけど、ケーキも持って帰る間にねちょっと多分溶けちゃったりもあると思うんだけど、崩れちゃったりしちゃったけど、イニャンイニャン誕生日を迎えました、こんな感じ。ちょっと崩れちゃってるんだけどイニャンになって、あイニャンイニャンですね。これも写真撮りたい、ちょっと崩れちゃってて悲しいけど撮って、いい感じでしょ、韓国アイドル、確かにイニャンです、ありがとう、すごい18になったの、新しいニックネームイニャン。やばすぎる、そう、なんかねキウイとかオレンジイチゴとかあとクリームがたくさん、ありがたい、すごい嬉しい、キングレコードさんありがとうございます、今後もよろしくお願いします。スクショしてね、いい感じ。いい感じじゃない、ろうそく4本だから私は4歳かもしれない、いい感じ、食べたいんだよね、キングレコードさんもいつもありがとうございます、本当に。ケーキまで用意してくださると思わなくって、そう、同期がコソコソしててなんだろうって思って、そう、お手洗いから帰ってきたらハッピーバースデートゥーユーって、そう、あの同期が歌ってくれてね、このケーキを渡してくれた、今日はリエチが渡してくれた、そう、嬉しい、せっかくだからねちょっと食べたいと思う、せっかくだからね食べたいよね、いちごの部分がいいね、そうだよね、え、これでもどうやって食べればいいんだろう、まあ、このままいこうか、はい、あ、落ちちゃう、危ない、これ
何も写したりしてないからねケーキそのまま食べることになっちゃうけど、いやー上手に食べれるかな、大丈夫かなあ、これでいただこうかな、いただきます。うん、うん、うん、うまっ、うまっ、あっあれなんかいつの間にかついてたみたい、ごめんねドジっ子だからさすがみんな反応してくれたありがとう付き合ってくれてありがとうあびっくりびっくり、あれドジっ子だからなついちゃってたなありがとうちょっと久しぶりした気がする、ちょっと待って、カミリア Q さんすごい、お城だお城だ。じゃあこれは今日はどうしようかな、岐阜城、岐阜城ありがとうお城タワーありがとう、生クリームとかもうもうもうねえ、そう食べるの難しいからやっぱり、うんうんうんうまっうまっ、封印してた鼻クリームまあ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 、そうドジっ子だからね、そうドジっ子だからしょうがないよね、ついちゃうよね、はあ、わあ、あすごい、どなたですか、塗り絵さんありがとう、すごい突然つけちゃったつけちゃった、ついちゃった塗り絵さんダブルタワー、クマさん、ピンクのクマさんと青のクマさんありがとう、いい感じに撮れたかな今、ありがとう写真ありがとうねすごい、あいい感じ、どうどうダブルタワーありがとう、そうね楽しかった、え今日ねニックネーム決めたね、なおくんに私が考えた私はそうです、たまたまついただけだから、これはそうね、ひなさんの後継者、そうなんですよ奥田プロやばいありがとう、タワーの人は鼻クリームしてくれるのか、やばいあどうだろうね、ありがとう、フォローしました、ありがとう、そうつけちゃったんじゃないよ、ついちゃったんだよ、たま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 、こういうこともあるよねね、ちょっとケーキを食べ進めていこうと思う、全部はさすがに食べないから、そうそうなの、七夕のキャンペーンがあったらよかったなってすごい思う、明日からねキャンペーン始まるけど、そうギリ被らなかった来年はあったらいいなね、そうなんかね、あの北沢のいちごちゃんも私にケーキを買ってくれるみたいで、そうそうなんです、このケーキは途中まで食べ進めて、あとは同期と食べようかな、いちごちゃんもなんか買ってくれるみたいで、大きい一口でいきます、うんうん、桃が使われてる、おいしい、いちごだからいちごケーキ、え私好き、私ショートケーキ大好き、チョコケーキも、でもケーキは何でも好き、甘いもの大好き、そうありがとうケーキいいよね、そうみんなタワー投げるのよ投げるのよ、やばいあバクさんもお礼しないありがとう。いちごはお話し会がね5時間目で遅いから、そうそうなのそうなの、でも今日ねメールにも書いたんだけど、そうまさかの同期全員と会いました、今いる11人の同期と、あ待ってい
誰ですか？マクさん。もうマクさん。ちょっとちょっとちょっと、クマピンクのタワーとあのタワーダブルタワーありがとう。間に合った今、大丈夫だったかな。今日もありがとう。なんか焦ったらついちゃったな鼻に。あれね、おかしいな。ね、何度目の鼻クリームか。本当ですよ。そうマクさん自分で投げて本当に。ノリがいいこと。今日も話し会をありがとう。マクさんは、マクさんにはとても圧をかけてますが、私のことを一番好きってことは分かってますよ。ずっと好きでいてください。ありがとう。ありがとうね。もうみんなみんな欲しがりさんだ、欲しがりさんだ。もうもうもう。ちょっと待ってちょっと待って、お鼻お鼻の部分だけメイク取れちゃいそう。ありがとう。すごいすごい。いやいいですね、キッキは。なんかね、 STU ってその誕生日当日にレッスンとか、そうなんて言うんだろう、公演とかあるとね、そうやってお祝いをしていただけるんだけど、そうお話し会でが誕生日と被るってことは、私前のシングルかな、あずみさんがあったけど、あまり私そうなかったなって思って、こうやって話し会の日に誕生日があって、そう先輩方とか同期とかに祝ってもらえるのもすごい嬉しいなって思って。私は幸せ者です、本当に。もうたくさんこうやってファンの方にもだし、何よりもねお話し会が誕生日にあるってことがまずレアすぎる、本当に嬉しい。うん、そうみんなにお祝いしてもらえるからやっぱり嬉しい。 B 型めぐらい、めぐらいあんさん、ケーキありがとう。そうやっぱ誕生日、誕生日ねいっぱい祝ってもらえるの嬉しい。去年はね実家に帰ってて実家でお祝いしたけど、今年は同期とみんな会えて嬉しかった。そうおしみの誕生日ニックネーム、確かにおしみの誕生日につけたのちょうど良すぎるよね今日、嬉しい。ありがとう。たまさんそろそろ手が疲れてこない、大丈夫。ありがとう、ハートをたくさん。広島コーパセリーさん、ケーキありがとう。ケーキいいよね、ケーキ。今日は全部は読めないかもしれないけど、うん、ケーキ、あー待って。タワーもすごい、ピンクのクマちゃんタワーとケーキもありがとう。嬉しい。ピンクの方だね、織姫さんの方、ありがとう。いやーすごすぎる、びっくりすぎる。写真を撮らなきゃ、写真写真写真を撮らせてもらいます。よし、ありがとう。今日はねこうやってケーキいただいたりお花いただいたりもしたけどね、お手紙とかもねいただいたんですよ。そうお手紙も届いてて嬉しかった。ありがとう、誕生日おめでとうございます。ありがとう、ここ最近たまに来てくれて嬉しいです。ありがとう、これからもぜひ来てください。あ、そうステップでしつけました、もうこれで首が取れることはない、いい感じ。織姫さんと彦星さん、昨日離れた時見たけど今日は一緒に行ってあげる、かわいいでしょ。あ、ハラカラさん、あれあれだよね、お手紙送ってくれてたよね、見たよ、ありがとう。こんばんは、こんばんは。そうお手紙出したのはあなたもですよ、まちゃん。お手紙真面目に読ませてもらったよ、私もね。そう頑張りますこれから。18歳、そうサンズの会、それリネさんだから、去年のリネさんだから。ありがとう。え、お誕生日ポストを見たよ、ありがとう。待って、そうだ、私はね今日中に777通目を送りたくて、メールを
そう、今あと3通なの。そう、送ろうと思う。僕大公演でおめでとう言います。お、オッケー、ありがとう。20日か25日か楽しみにしてるね、ありがとう。サンズの顔やばいよね、リネさんのあのね伝説の、写真をこっちので何撮ろうかな、何撮ろうかな、どうしようかな。そう、そうなの、そうなの。よいしょ、キャラと違って真面目が気に入りました。ね、たくさん書いてくれてたよね、ありがとう。そう、私は初めてメール送った時からそうナンバーをつけてるけど、それがねあと3通で777なの。だから今日中に3通送って、2通は配信中に送って、今日は多分50分頃に終わるから、そう、それで1通最後に送ります。あ、そう、オフィシャルサイトから誕生日のも送れるし、リプをしてくれれば。そう、そうなんです、私全部見るのでぜひ送ってね、ありがとう。ずっと応援してるよ、言ったね。ずっと応援しててね、ありがとう。マクさん、これですかって言って結婚して投げない。真面目な話で結婚やばい。でもまあ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 、ありがとう、ぜひリプしてね、ありがとう。あとメールを2個送るんだけど、ゆいにゃんがちょっとなんか消えてふいにゃんにもなりかけてるように見える。ちょっと残り3通送るうちの1通はゆいにゃんの湯が消えてるのにしよう。うん、うん、仕事戻ります。お、頑張ってる仕事。ありがとう。ケーキはまだあるよ、どうだろう、こんぐらい、こんぐらいある、まだ。ふいにゃんやばいよね、なんかちょっとふに見えない、わかる、なんかいい感じに消えて、ふいにゃん。ふいにゃんやばいよね。で、写真撮って送ろう。ゆうなんとのツーショット、え、今日そう、ゆうなんが、そう、ゆうなんと撮った、ゆうなんとね、ツーショットも撮ったし、ゆうなんに空も撮ってもらった。いにゃんにも見えるし、ふいにゃんにも見えるね、ふに見えるよね、ちょっとしょうに見える、しょういにゃん。ちょっとやだな。いつも撮ってあげてありがとうございます。やばい、ゆいな、私とゆうなはね、お互いよく取り合ってますね。そう。まだたくさんクリームあるねって。おいおい。みんな好きですね。結婚式人ユニアにだけ投げるもんな、本当かな。でもありがとう、すごい。タマさん、そろそろ手が心配。大丈夫。ありがとうね、ハートをたくさん。そう、誕生日タブから入った、あ、そうなんだ、嬉しい。今日七夕誕生日、18歳になりました。奥田ゆいなです、ぜひ見ててね、ありがとう。花クリームの写真、まあ気分次第かな。3期の一番推し、え、ありがとう。クリームつけたとこつくじゃん、どうかな、また後でしようかな。よし、とりあえずメールを1通送ろう。そう、もう OK、 手は、あ、よかったよかった、多分ハートタワーだよね、ありがとう。写真撮っておこう、たまさん、ハート、これはハートタワー1本2本、すごいことになってるけど。ありがとうね、たくさん、すごい。ピーニーを誕生日アピールして、え、なんかね、まだ誕生日でも、女さん誕生日 LINE 送ってくださって、まだね今日忙しすぎて同期からとかの誕生日おめでとうの返信ができてないんだけど、そう、アンナさんなんか送ってくださったってた気がする。そう、配信あったみます。ちょっと今日はもうバタバタしすぎて、そう、短冊も書きたかったけど結局書けてないのよ、まあ、数枚だけ今書いちゃってもいいし。そう。そうなの、そうなの、今日は忙しかった、でも本当に楽しい一日だった。ユーナに、ユーナと一番投げてません、それは投げてって言ってるようなもんです。ひなぴよ師匠を超えたい。
ひなさんは、ひなさんもひなさんは本当に本当にアイドル中のアイドルですね。そう、やっぱり2代目ひなさんとして大事。下履き送ってくれるはず。あ、そうかな、ちょっと見ておきます。あ、おとめラインはメンバーで時間ぴったりの子はいなかったけど、数分後にメンバーで最初に送ってくれたの。誰だと思う？現役マンメンバーで当ててくださいそう、 TGC の時から、あ、ね、熊本の時に、熊本なんだっけ確か、ありがとね実はお誕生日日にちが変わった時はいちごと二人でいたそう、昨日配信あってからいちごんち行って、そうそうなの、そうなの、この後も多分いちごちゃんがお祝いしてくれると思う。そう、毎年ユニアの誕生日には指を負傷しているという噂が去年もねすごかったよね。タマさん、ありがとうございますそう、ワイですかね、やばい、いちごひーちょ、ゆうの、ゆうの違うの、ハマドンひーちょ違うの。そういちごはまあその時に一緒に行ったの。そう、変わる瞬間、いちごお話し会に行ってたおもろ、そう、変わる瞬間はいちごと言いました。そうそう、配信終わってからそう行きました。残念ながらみんな外れですね。最初に送ってくれたのはサッチです。サッチがね最初にそう送ってくれたの。でもその後どんどん同期から来て、もう多分みんなから来てる気がする嬉しい。あ、ミンミンさん、すごい、クマちゃん、織姫の方のクマちゃん、タマありがとう、かわいい、またお礼させてください、ありがとう。ミンミン、セミがそろそろ鳴く季節が来ましたねそう、ありがとう。ゆうな何番目、え、どうだろう、でも送ってくれたと思う、また見ときますそう、マネージャーさん、担当マネージャーさんとか普段お世話になってる、そう、マネージャーさんもお祝いしてくださったり、私がこっちに引っ越す前の高校の子とか中学小学校の友達とかもそう、お祝いをしてくれた、お母さんとかも送ってくれたよ、お父さんとかおばあちゃんとかそう、たくさんの人にお祝いしてもらった、本当に嬉しい。リア友からも来てます。え、サッチには確かに歌ってもらいたい。あの LINE ってさ、ボイス送れるじゃん、ちょっとハッピーバースデー、あの歌ってもらいたいねそう、セミ今日は本気モードだ。そうなの、こっちはまだセミ鳴いてないかな、セミね、そうセミの鳴く頃ですね。いやー、配信すごいすごいな、もう話したいことがいっぱいある。誕生日の LINE はみんな送ってくれてね、そう、わー、なんかね、もうほぼ同期の誕生日の時は私もだし他のメンバーもだけど、もう常に一緒にいすぎてね、その絶対にプレゼント送るとかっていうね感じは3期生はないんよ、もう常に一緒にいすぎてもうそうないんだけど、今日ね、あれなの、ミューポンがね、そう、もっとしてるけど、ちょっとミューポンだけかな、ミューポンがほんとかわいいよ、見てほしい、ハーゲンダッツのギフト券くれたのミューポン、ミューポンかわいいな、ゆなちゃんこれだけだけどこれ食べてって言ってくれたの、これかわいすぎ、しかもね、クワガタのシールとかお花のシールつけてくれて、ハーゲンダッツのギフト券をくれたの、愛おしい、産んだ記憶がある、かわいいね、まさかくれるなんて思わなくて嬉しい。ミューポンはね、今度の次広島でのお話し会が8月11、12があるんだけど、そう、11の山の日がね、ミューポンは誕生日だから、私もなんか渡したいなって思う、かわいすぎ、ハーゲンダッツのこれをくれたのかわいすぎるいい子すぎるよね。そう、え、ぬいぐるみも確かにあげたいね、かわいすぎん見てこれ、産んだ記憶がある、かわいい。そう、ミューポンはそうだね、次15歳になる、そう、こ
今度の広島のお話し会、8月11の山の日にお誕生日だから、よかったらお祝いしてあげてね。ありがとう。可愛すぎるよね。そう、なんかサンキはもはやもうプレゼントを贈る風習とかほぼない、ないかもしれない。そう、普段一緒にいすぎて。そうなの。だけどみーぽんは朝会った時にオンライン同じ時間だからあげるって言ってこれをくれた。もう可愛すぎる。こんなん使えんやん。こんなん使えん、額縁に飾るよ。ありがとうみーぽん。可愛い、本当に。会社もうどうしようかね、どうしようかね。もうチュッチュする、チュッチュチュッチュしたいぐらい可愛い。そう、同じと、あ、そうなの。みーぽん15になるんよ。そう、虫の、え、そう、虫さん最近ね、みーぽんメールで送ったりさ、あのスレッズとかあげてるよね。可愛いよね。私この間ね、ま、真っ金色のカブトムシを取ったんよ、みーぽんにあげるためにゲーセンで。それをちょっと渡したいな。ずっと渡そう渡そうって思って渡してないから。そう、それは今度レッスンの時に渡そうと思います。でもそれ以外もあれなんだっけ、ハンギョドンとかもみーぽん用にもう何個か家にあるんよね。渡します。ありがとうみーぽん。可愛すぎるよね。あ、そう、来月はゆうなんが私と同じ7日、みーぽんが11日誕生日だから、そう、みんなお祝いしてあげてね。使えならあげてください、あげません。手書きのギフト券はやばすぎる。アイスには引き換えられないよ、こんな可愛いもの。後ろに飾ったもん可愛すぎる。可愛い、いや可愛いよね、みーぽん。そう、愛おしいですね。今日それ以外にもたくさん、あ、あとね、お花はなんかフラートさん、お花のなんか取り扱い方法とかに届いたから、綺麗にこれはそう取っておこうと思う。窓際とか、あ、直射日光が多いとこ、湿気の多いところとかはダメみたいですね。水は与えちゃいけない。はい、 2,3 年にわたり美しさを保つ、すごっ。なんなら6年も持つとか書いてある、すごっ。去年のもね、枯れないお花だったので隣に置きます。ありがとう。来月も頑張ります。ね、どっちもよろしくです、ゆうゆうよう。みゆぽんどうだ、さすがに見てないかもしれないけど大好き、かわいい。ありがとう。頭なでなでけんか、やばい、かわいい。そう、 UFO キャッチャー、え、かなうと行きたいね。みんなと行きたい時と、そう、みんなユーナに反応してんの、死ぬから。肩たたきけん、やばい、懐かしすぎる。そのそのなんか表、なんて言うんだろう、言葉が。3期生楽しでも、え、他にいなかったっけ、ユーナとかカノウとか。楽しでいてくれたら一番嬉しいけど。ありがとう。そう、長持ちするから長いこと、そう。飾っておこうと思います、私が卒業する時まで。いや、卒業してもなんだけどね、多分私が死ぬまで飾りたいね、これは。素敵すぎるよね、かわいい。そう、バレてる、バレてます、バレてます。してます。ありがとう。そう、来月はゆうなの誕生日だから、そうなの。いやー、嬉しい。そう、はっ、そう、なんかね、そう、誕生日の話じゃないことを話そうと思うと、なんか私もう昨日夜眠れなくて、お祝いをね、仕事をして、その後にもうなんか6時とかまで朝の起きちゃってたのね、どうしても寝れなくて。そしたらなんか4時頃かなにたまたま X 開いたら、カズミン結婚ってやって、カズミン、え、あの乃木坂のって思って見たら本当にそうで、そう、高山一実さんが結婚されたみたいですね。最近映画見に行ったね。そう、カズミンが書いた小説の映画を見に行った。そう、びっくりだったね、あれは。幸せになってほしい、嬉しい、幸せ。え、そう、トレンドに載ってたよね、ね、そう、いや幸せですね。カズミン、カズミンじゃないからね、カズミンだからね。カズミンは結婚してないですよ。よしよし、あ、そういえばカズミンからも確かね、おめでとうって来てた。もう、そう、来てました、優しい。
ね、今は一緒には活動はしていないけどね、大切な同期ですそう、かすみんやったらもうびっくりすぎるでしょそう、幸せになってほしい、本当にそれ誰目線って感じだけど、そう、いや高山和美さん大好き、本当にねえかすみんだったらびっくりすぎるから、かずみんですかね、乃木坂さんの一期生さんですからね。ミカエルさん星ありがとう、そう結婚できる年ではあるけどそうなの、ね、え、そうかずみんさんの、そう旦那さんはあの何クイズ、クイズ何謎トレなんて言うんだろう、そうめっちゃ賢い方だよね、テレビとかで出てる方でね、お顔見たことがあった、私すごいよねカズミ、そうそう結婚の方結婚しないです私あ、そうクイズの、クイズの方、そう、あ、そう私もねトレンドにゆいにゃんと奥田ゆいなが載ってて嬉しかった、あクイズマックか、そうに出られてる方だよね、ね一時期見てたねえ、一押しは誰かってこと、それっぽいこと言ってたよなまあ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 、そうあの公式アカウントの方もねあのしてくださったみたいで、あの誕生日ツイートってそのなんか決まった人がやるんじゃなくて、確か担当のマネージャーさんがやるって風なんだけど、そう私のそうマネージャーさんが多分してくださったんですよ、嬉しい、私のマネージャーさんすごい優しくて素敵な方、今日もお会いしたんだけどお祝いしてくださったし、 LINE でもねそうおめでとうって送ってくださいましたすごい素敵な方です。じゃあメールをとりあえず1つ送ろうかな、オッケー、そうポストね素敵だったよね、そう嬉しいそうマネージャーさんがしてくださったのよ、おいらも高校生から出たことある、そうなの、すごい知らなかった、すごいねそれはいいねクイズ謎解きとかね楽しいよね、誕生日おめでとう、ありがとう、自分でも誰が一押しなのかいやー ST はねそう魅力的な魅力的な子が多いからしょうがないよそれはそうね、え前髪がそうパッツンだよね、なんかちょっと昔の写真とかもあったよね、瀬戸内ツアーっぽいのとかもあったまあ前髪で私がさどのぐらいの時か分かりやすくない、なんか私前髪がさなんかよくなんかおんま読み気味になったりさ、なんか逆にめっちゃ長くなったりとかしてるからさ、そう今はちょうどいいぐらいの長さな気がする、だからなんか前髪でだいたいこの時期かなっていうのが分かっちゃうんだよねそう4年前の七夕のアバター、すごい持ってるんだ、あ本当だ素敵、いいなこんなアバター欲しいねえ初期のお部屋さ、本当バレッタの頃かな、
ね、多いけどユニオンしか勝たんわ嬉しいそう魅力的なメンバーさんがそう多いからいけないんだよ。いけなくはない。まあ、目が幸せだよね。ねえ、ケマントお披露目イベントかな。ね、すごいね、マネージャーさん。ちょっと見てみようかな、改めて。T48 の公式でしょ。これ多分あれかな、3枚目は夏の瀬戸内ツアーの千秋楽の一部かな気がする。なんかあの時めっちゃ短かったんだよねかな。違うかな、わかんないな気がしてる私。違うかな、お披露目。そうだ、でもお披露目は髪全員おろしだった気がするから、多分これ瀬戸1枚目はまあアーシャの時で、2枚目は水玉、これは生写真ので、3枚目が多分瀬戸内ツアーの千秋楽で、4枚目はバレンタインのな気がする私は。そう、お披露目はおろしだったから髪が。そうなの。福山どうだろうツアーじゃないかなって思う、ね、たくさんありすぎて。そうね、ユニオンだけは裏切れない。お、じゃあずっと応援してね。誕生日おめでとう、ありがとう。そうなの、いろいろ嬉しいよね。幸せだね私、こんなにたくさんの方にお祝いしてもらえるって。そう、魅力的な子にしか真面目な手紙は、あ、私が魅力的ってことね。ありがとう、今メールを送ったからあと2通だ。そう、確かにこういうおめでとうツイート、確かに亀子してくださってる方ね、ね、自分の撮った写真とか載せてくださってるよね、嬉しい。ね、いろいろみんなね、お気に入りの写真あげてくれたり、コミュニティさんが作ってくださったのをあげてくださったりとか。あ、途中で止まっちゃった。私をね、応援してくださってる方が普段はね、普通に多分自分の好きな写真とかのアイコンなんだろうけど、今日はなんかそう可愛らしい私のアイドルの衣装を着てる時のね写真してくださってて嬉しい。もう本当にコミュニティさんありがとうございます。そういつも言うんだよね、なんか同期話す時に、そうゆいなの、そうコミュニティを動かしてくださってる方すごい丁寧だよねって、めっちゃお話し会の宣伝とかそうしてくださってすごいありがたいです、いつもありがとうございます。そう、確かにコミュニティがね、コミュニティの方が作ってくださった画像とかタグとかね使うのいいよね。そう、いちごとも話したよね、コミュニティさんすごいお仕事してくださってるねって言っていつも助かってる。私がねどうしても時間の関係とかでお知らせできないこととかさ、緊急のこととかをねしてくださってるのもう本当にありがたすぎる、いつも。ありがとう、笑顔可愛くて癒されます、嬉しい。こんばんは、こんばんは。近いうちに文章を考えて、お手紙、え、待ってるよお手紙。ね、共通のね画像嬉しい。そう、愛だよね、こんなに。そう、私のことをね、そう、なんて言うんだろう、そんだけ愛がないときっとできないと思うから。嬉しい、いつもそう動かしてくださってる方ね、ありがとうです。きっと見てるかな、ありがとう。素敵、よいしょよいしょ、誕生日おめでとう、ありがとう。今日ねお話できたよね、誕生日に、嬉しかったです。このピーターパンさん嬉しい、また話できたら嬉しいな、ありがとう。いや幸せだ、私は幸せ者だよ本当に。すごい今さ
ショールームのリアルタイムランキング私1位になってる、まあ、たまたま見てみたんだけど1位だ。3000、リアルタイムで3800人の方が見てくださってる。すごい、ありがとう。え、セブンティーンのリベンジは今度カラオケそのお店で続きにしようかな。タマさん、星タグさん、ありがとう、おめでとう、ありがとう。すごい嬉しいね、3000人も。すごい勢いはね、2万もあるし、すごいよね。そう、びっくりすぎる。そう、ここが盛り上がりのやつで、でなんか調べると出るんだけど、ショールームの今の現在のね視聴者数が3804。やば。嬉しい。あ、モバイルでは誕生日コメントありがとう。あれね、なんか去年もだけど受け取れなかったけど、どうにかして受け取れないのかな、聞いてみようかな。そうそう、リアルな数なんだよね、これは盛り上がりだけど調べるやつは。すごいね。そう、3800、そうか、もう1時間も配信してるのか。ダークフランネルさん、星たくさん、ありがとう、誕生日コメント嬉しい、ありがとう、嬉しいですね。やばい、もう18歳か。ちなみに私はお昼の12時58分にそう生まれたから、だからもう今頃はね、この世に誕生してます、18年前。え、私もそう、リアルタイムの視聴者数分かりやすいなってやっぱ思う。そう、吉文さん、ケーキありがとう、すぐ20代に。そうだよね、もう次の誕生日からは年ひまたぎができるし、その次の誕生日は20歳ですね。早い、早すぎる。お誕生日おめでとう、ありがとう。そうなのよ、生まれた時こんなやったんか。私はちょっと小さめに生まれたかな、2500ぐらいで大体生まれました。私は21時、今日50と55とかまでそうしようと思う。22時、あ、来てくれる。ねえ、ひまたぎ、そう、来年の誕生日になれば早くひまたぎがねできるようになるから、それが嬉しい。今はできないから、まだ。そうなのよ、早くできるようになってほしいですね。すごい、なんかこんなにもたくさんの方に祝っていただけるのってもう幸せ者ですね。私はこれあれかな、誰かもしかしたら写真を撮ってないかもしれないからさ、そう、タワーメモしときたい。ちょっと待って、ピンポンが来た、同期かな。ちょっと待って、私のお部屋は今はちょっと見せられないほどなんだけどさ、誰だと思う。ちょっと待って、ちょっとこの写真だけ撮ってってから行かせて。ちょっと待って、私の椅子違うなんだけどさ、ちょっと待って、今お部屋がね汚すぎて見せられないんだけど、どうしよう、どうしよう、ちょっと待って。いちごが乗り込んできた。
話し会終わりその人そうだよ。もう8時じゃない18です。ちょっともう乗り越えれたやってるわ。よっこら外、よっこら外じゃないよ、ここ家じゃないから。おお配信中アホ死ぬくない、待ちきれず来たイチゴが。ありがとう、あケーキ持ってきてくれたのありがとう。あ、これ違う、イニャンやばすぎ、イニャンやばい、イニャンに見えるめっちゃ、え、見えるよね、イチゴが待ちきれず来ちゃったよ大丈夫、私の家の方の汚い普通に見て、お久しぶりじゃない、びっくりだよね。ここが涼しいね。え、涼しいでしょ、椅子座ろうか、今日やめて。え、素敵すぎん、これかわいい。え、やばい、いちごちゃん、ちなみにケーキは買ったの、買うって言ってたけど、違う、もらわんかったらうんって言ったじゃん。なるほどね、もらってるから。了解、気まず気まずそう、散らかった部屋ですみませんよちょっと見ないで、あまり部屋は最悪なんだけどそう、いちごが白ソファーやばい、もうやめて。ケーキ食べる？あ、食べた、食べない今、うるさくないじゃん、もうそう、いちごちゃんコメント読んでて。じゃあいいよ、うん、うん、もうで、誕生日のタワーがすごいの、すごい、しかも七夕のやつだ、そうすごいよねどっちが彦星かな、どっち、うん、私かな、確か、じゃあどっちも彦星、どっちも行こうですか。後ろ倒れた。やばいこれ。こうしとりひびだから買ってたってことでしょ。あ、そう、折り紙。手入れてる。え、やばい。ねえねえ、おひめちゃん。何？一年ぶりだね。そうね。嬉しいな、入れて。入れてよかったね。私も、私も、僕も嬉しいよ。もうやばい、また来年会おうね、バイ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 帰っていった、どこかに、やだ、どこかに帰っていったの、やばい、いいでしょ、飾り付け頑張った、見て、かわいすぎ、みゆぽんがさ、ハイライトのゲット券くれたの、優しいね、かわいすぎるよね、そう、ありがとう。あ、いちごちゃんもパンプリ私に来たの、あ、ありがとう、ありがとうね、そう、じゃねまた今度だもんね、ありがとね。そうだよ。今度、今度一緒に旅行に行きます。配信中狙ってきた？え、そうだよ。だってさ、え、このなんか私が勝手に来たみたいな、なんか演出してるんですけど。違う、でも結局さ来ないでって言ったじゃん。じゃあ私が時間があって部屋片付けたら来てほしいって言ったけど、無理そうだったらダメって言ってたのに、押し入るとかって言って来たの。本当に。美味しい？美味かった。ね、久しぶりに食べたケーキ。美味しい？失敗した。失敗した。あ、あ。私もうしたから。いや、あのニキビってきて。私誕生日だよ。そっか。うん、誕生日だよ。めっちゃキモかった感覚が。巻き添えニキビできちゃう巻き添え、え、いいなのさ、おじさんの時のさ、え、そうだよ、クリームでしょ、知ってるよ、見たことあるんでしょ面白すぎる、そうもういいけどお互い付き合うとかどういうことだよはあキモすぎ、しかも配信がちょうど半分ぐらいでさ、いいタイミングできたね、うん、走って帰ってきた、走って帰ってきたの、嘘、ありがとう。いちごは今日何、今日の髪型見せてあげて、めんだこ、めんだこのクリップをつけてるらしい、ウィナーに撮ってもらっためんだこ、そう、スクショタイムだってなんでこういう時も不なんかな、ごせーの、あ、普通に撮ろう
セブンティーンです。あ、18もと、なんかイチゴも18歳みたいだけど、あ、19歳ですよ。あ、1の風船どこ行った？あったあったあった。これとあっちから見ると81歳だけど、逆だ。こうで。うん。そうか。あれ、みずきちゃんは？みずきちゃんは別に誕生日じゃない。まあ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 一応。何これ、あ、ちょっとネット最悪だわいちごしさ家に汗が、そういう見方もあったのか、確かに。あ、やばすぎ、ほらパーン、永遠だよっていう、あ、無限、そう、私たちの中は無限ですっていう、距離離れてる、距離離れてるわ、やばすぎ、なんで来たの、向かえるダメって言ったじゃん、配信終わったら私がそっちに行くよって言ったじゃん、ちょっと帰る、帰るの、帰らん、帰らないしもう取って、これ取って、舐めないで、絶対にやめて、なんか多くつけたでしょ、 OK、でも好き、本当に。え、これ火もつけたってこと？え、あのみんなが、あ、そう、つけてくれた、そうなの、え、どうしよう、開けたよ、私は、開けた、開けた、見て、私今日手に入れた、なんと、ひなさん、なんと、誰誰誰誰誰、私誰誰、今日いただいたんですよ、開けたい、かわいい、しかも名前間違いバージョン、あ、名前間違えてるかなバージョンか、見せてあげて、かなとくるさんだったみたい、キュルシャ、私は今から開けるアルバム、まあさすがに北沢いちごが出ちゃうかもしれないけど、ね、あ、絶対開けた、開け、開けられる、開けるとこある、これ、あ、あった、この辺あった、頑張って開けようとしたけどパンクって、開けた、ありがとう、そう、開封の儀、ちょっとかなにあげようかな、プレゼント名前間違ってるけど悲しいね、ここにプレゼントする、当てて、誰が出るか当てて、当てたら、当てたら なんかご褒美あるのかな、でもこれはセミツさんでしょ、うん、これは、全メンバーから、んじゃあ、さやかにさね、あー、いや、まあ、これは、まあ、いいそう、じゃあ当ててください、当たったらまあ飛行士になれるかもしれない飛行士チャンス、飛行士チャンスです、飛行士チャンス、あれ、じゃあ見せますよ、見せますよ、いきますよ、いくよ、私はまだ見てない、いくよ、せーの、はい、かわいいコンプコンプ、かな2枚じゃない、かなコンプしてるから、ええ、すごい、2人ともかな、同じ写真かじゃない、同じかなか、同じか、同じだ、あ、かなが、かなが、かなが、あ、かなが、やばい、かな大量生産、かなの引き強め、じゃあ選抜メンバーさんの方見ましょうか、いきます、チョコさん、かわいい、めっちゃ、でーん、チョコさん、かな率高ない、サインしてもらおう、これ、え、確かに、私これでもちほさんにサインしていただけるかな、お願いしに行こう、え、確かに、これからお世話になる先輩ですね、これどこ行った、私に、すごい、すごくない、かなとちほさんでした、え、すごい、紛失しちゃったのかな、もう大丈夫、これ、これがそう、前になっちゃった、おった、これは見せていいんかな、それは、いいんじゃない、
なめなめへへへへ。いやいいですね、びっくり、千穂さんでした。ベレー帽が見えて、もしかしてって思ったら、確かにベレー帽、そう、裏からうっすら見えて、あれって思ったら、ベレー帽いいね。 STA んちこれで見えるよ。え、そうだよ、私んち見えるよ、ね、ブルーレイでしょ、見れる。そう、開封、開封はね、見る同期の井出かなおさんと、かなお千穂さんでした。え、すごい、生地性の開封ってドキドキするよね。え、しかもちょっと裏でさ入れてくれてるのがさ、ね、ポイントだね。いいよね。次の日記でも見るかも。ちょっと私のメール撮っとるんよ。誕生日おめでとう、ありがとう。なんか Wi-Fi 使ってる、繋がってんだけど、やばい、前繋げたんじゃない。あ、すごい、なんだっけ、シェルボーイさん、これはなんだっけ、これミラーボール、ありがとう。ポスターの申し込みやばい。え、これでもメンバー用のやつかな。でも前回のメンバー用っていうか特別なやつだったけど、今回書いてないから応募できそうな気がする。なくなったんだけど、もう、どうしよう。あ、こんな感じ、48ファーストアルバム、愛、あ、懐かしい明日、リード曲が愛の重さですね。そして私たちが入ってるのは、収録されてる曲は何ですか？ What is my own? も入っております。ぜひ受け取ってください。いい感じ。これに入ってないの？これの、え、うん、なくした？ちょっと道でさ、開けたんだよね。道で開けたの？どういうこと？だから道落としてたの。あ、これか。え？あ、え？あった。何やねん。やばい、バーベキュー申し込まないとって言ってる。なんかバーベキュー、だ、誰のバーベキューだったの？ひなさんか、くるさん、くるさん。いいですね。で、私は当たった運命もあるので、千穂さん、うん、うん、道で開けたらしい。すごいね、かわいい、かわいいよね、この、見せてあげて。ね、この、ついてきてる写真かわいいよね。アクザーでポスター申し込みしてた。え、ほんと？嬉しい。そう、チャートイの大先輩です。いや、いいね。シャーですね、シャー、幸せ、大好き、かわいい、お、私おめでとう、ありがとう。この辺ダメ、汚い、本当に部屋汚い、私にちょっと声が汚くない。うん、少女の汚い、汚い。ありがとう。そう、お話し会、願い方、そう、3期生全員昇格ね、見て見て、左手の薬指に指をはめられた、痛っ、痛い、なんか皮膚を食い込んだ、食い込んだ、痛い、痛い、痛い、どうしたらどうしたらどうしたらいいんだ。こうしていい、これ結婚しましたよね。違う、してない、してない。とりあえずしとく、はい、無言で。記号につけられた。ゼクシー買いに行こうか。あれ違ったかな。あれ違ったかな。あれあれそう、びっくりびっくりしません、結婚。いや、信じちゃってるからダメでしょね。ポップコーン生地って言うんだよ、知ってた？そう、ポップコーン切り、これポコポコしてくる、ね、あ、ごめん、これがポコポコしたいの、これがポコポコする。これ 何生地っていうか知ってる？何？縦線生地って言うんだよ。本当？嘘だよ。やばすぎ、めっちゃフに見える、これが。え、見えない、フイニャンに見えるよね。フイニャン、ハッピーブイブルデイ、ハッピー
これめっちゃ13に見える。13見えるバーステンの B がね。そう、結婚してない、なんか痛かった、赤くなっちゃった。いいや、新公園、奥座公園やばい。じゃあ何、来る予定だったの、ずっと、うん、行ってやろうってずっと思ってた。私はあれだけ始終わった後に家行くから大丈夫だよって言ってたんね。うん、だから関係ないよね、私に日本語が通じると思ったの。うん、なんか通じるのかと思ってた。行かなら行った。そう、待ちきれなかったんだね。うん、え、な、部屋の模様替えするって言ってたけど、知ってた？え、知ったよ。したの？え、一回家帰ったの？うん、車に。今日してた。あ、今日してたのね。マジでさ、ベッドとさ、まあ、なしちゃん、短冊ありがとう。どっちがいい？これいいな、これ私みたい。あ、どっちかな、これ。でこちら。挨拶しよう。せーの、1、2、3。深いおにぎするよ。ありがとうございました。1、2、3。ちょっと揃えて。すいません。はい、いくよ。せーの。ありがとうございました。せーの、ありがとうございました。どういうの、これわかんない、わかんない。いちごちゃんな、冬メッツオラインした。いちごちゃんかメッツオライン来てないよね。だって横にいたじゃん。うん、そうだよ、横にいんのにさ、おめでとうって送ってきた嫌じゃない、結構。なんで、なんか記録として残したいじゃん。ありがとう。合体肩車してるみたいな。なんかやだ、なんかやだ、ダメ、なんかちょっとやだ、なんかちょっとやだ、こう、こう、こう、うん、キヨ兄さん、ちょっと待って、携帯どこやったの、携帯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 、これだ、携帯、ちっちゃい携帯、そう、オッケー。キヨ兄さん、今日お話し会ありがとう。タワーも帰って、なんていうかわかる？ぼんぼり？ぼんぼり？わかんない、わかんない、わかんない、これそう、七夕のこういう飾りがね、垂れとるやつやね。そうそうそう、名前が出てくると今日お話し会で話せて嬉しかったです。今年もよろしくり。そう、調べてみよう。ん？何？写真間違えちゃった、姉妹やばい。でも私これでさ、1歳上がったからさ、いちごが今19歳だから1歳差で、今2歳差じゃないよ。なんていうの、吹き流し、吹き流しじゃない、吹き流し、吹き流しだ、吹き流しだ。ひよ兄さん、吹き流しありがとう、嬉しい。オンラインで今日同じ色の服だったよね。今日ね、この同じ感じの服の色の方が多かった。そう、合わせたの。キヨ兄さんは初期の ST の T シャツを着られてた。同じ色だってなった。吹き流しって言うんだね、すごい。ここから始める、ここから始まる。相手持ってたっけ。違うよ、ゆうなちゃんの配信だからちょっと避けて、うん、ケーキ食べなんて食べていいよ、いいよ。あ、大丈夫、ぽい。そう、あ、ショールーム的だよ、くす玉。あ、確かにね、くす玉とは。なるほどね。このタイミングで谷口さんの配信始まったんだって。うん、もうひなさんね、ピロピロってなっちゃった。もう吹き戻す、あ、そうなんだ、死にたくなった。ありゃりゃ、
メールあと2通。え、そろそろもう1通も送った方がいいな。メール見て、ね、今さ、今これでさ写真撮ってこれに送って、そうで、それ送ろう。いいんだろうなって思ったよ。じゃあツーショットをお見せしよう。引き返すの近い。ちょっと待って、あ、18、あれ、これにしよう。どっちがいい、どっちがいい、こっち、はい、うん、なにこれ、紐、紐か、オッケー。じゃあ今撮ったツーショットをメールで即送ります。ちゃんとこっちの携帯来る。どうせ一回それ送ってみて、止まっちゃうかな。大丈夫か、だってさ、オンにしてないじゃん。そうそう、あ、お、これとこれなんか連携、連携してるから。なるほどね、いい感じ。ちょっと違ったと。こんばんは、こんばんは。そう、この写真は今から送る。めんどくいいね、これ。みんなに撮ってもらった。そうだよ、私が撮ってあげた。店員さんに言うの恥ずかしかったね。これ欲しいですっていうの。このめんどくを。ね、めんどく撮りたかってた。これだけしたら、同じよ。来てくれてありがとう。うん、キリン。メールをそう送ろうとしてるところが見える。配信中送ることある。でも配信いつもね10時過ぎてからよね、基本。うん、ね、今日は配信何からするの。分かんない、分かんない。ここでしとく。私はいいよ。うん、でも模様替えを見せたい。あ、なるほどね。それは見たい。じゃあこの写真を送ろう。ここの毛がモワモワしてるから。ひーちゃんがやってくれたの、優しいでしょ。うん、ひーちゃんと一緒だったよね、時間。二人だけ。うん、さっき。そうよね、ね。ありがとう、ギフトたくさん。七夕生まれいいよね。うん、ギフト育ち。イエーイ、イエーイ。え、待って、カラオケしようと思ったんだ。気まずい、カラオケをここでしたら。うん。でメール送ってカラオケして終わろうかな。今日は何歌う？18。18。セブンティーンじゃなくて。セブンティーンでも入ってなくてさ、悲しかったんや。練習したよ。そう、あんなめっちゃ練習したよね私。うん、だからそれがちょっとショックだったかもしれない。辛かった。辛かった。辛かった。そうなのよ。木座でなんか歌って。でもでも。でもでも入っとるんかな。入ってんじゃない。あ、なんか。だから、ギミット系がたまに入ってない。え、入ってた。でもでも多分。でもでも入ってる？わかんない。普通にカラオケ行って歌いたいな、一緒に。ね。行こう。でも、できる、まあ、行けるか。さっき5届いた。775届いた。776来ればいいんじゃんね。うん、息の勢いが止まらないから最近。私最近音信不通気アイドルしちゃったから。そうなの？は、配信。読んでてコメントとかリフトとか。しゃばり方がわかっちゃう。あらじゃん。これ私のハマってる行動。あこれにハマってます、私は。とってもとってもしています。マジプセスタブトズメのジ、そう、手のぎゆいにゃんしてますよく。いや本当にいつもしてるくない？うん、してる。音やばい。消して。いいよ。
せーの。危ないよ。顎がさ折れるよ。やばい。そう。あ、今日ニックネームあ変更。そう。あくるね、これいいですか？うん。やばい、776通目いちごと。で、777最後に。そう送ります。じゃあここからカラオケしようかな。うん。そう。でいちごちゃんコールしたら？まずいから。メール送る？まずいから。あ、いいよ、そこいて。じゃあさよなら。さよなら。最後にもう一回赤ちゃんマーク入れてきた、やばい。にゃん、これにゃん、わんにゃんさん、にゃんさん。今日さ時間なさすぎて全身写真撮れんかったの。うん、あの今度撮って、この服着たら、うん、全身を見せたい。今日はもう今日何歌おうかな。何か歌いたいね。あの曲難しいんよ。なんかあるかな。何がいいと思う？まずは必要な曲聞きたい、聞きたいで歌いたいね。私初めてやるショールームで。入ったの最近ね。じゃあ愛のおばさんにしよう。帰る？じゃあここに。あ、そっちいる？オッケー。じゃあ私は初めて愛のおばさんを歌います。じゃあよーい、スタート。歌えるかな。僕が見ていたのは僕の理想像、こういう君でいてほしい。勝手に描いてた腕に泣くこともせずに、愛の重さ初めて分かったの。君の気持ち背負ってみて知った、心がしびれるぐらい。なんかまるで世界が続くような重さ、今の気持ち何と比べてみればいいのだろう。無責任に愛した頃は軽々と持ち上げてた。守りたいと思い始めて、その存在が大きすぎて躊躇してしまった。ちゃんと考えなきゃダメ。気持ちなんかどうしてもいいとか、客観的判断できないよ。心見えないから、きっと水槽で見たら自分の方にいつも傾いてるはずだって思い込んでいた。そのバランス信じ
さ初めてわかったよ君の気持ち背負ってみて知った心がしびれるぐらいなんだまるで世界が継ぐような重さ今の気持ち何と比べてみればいいのだろう無責任に愛した頃は軽々と持ち上げてた48でそうファーストアルバムのリード曲として入ってる愛の重さでした。初めてだったからあまり上手に歌えなくてちょっと悲しいんだけどいい曲ですね。これからこの曲もねいつか披露できたらなって思うなんかあるかな。私どうしようかな。なんかいい曲あるとなんかない。なんかないと思う。あれにしようかな。高山和美さんの最後卒業された時のシングルの曲でもいいかな。君に叱られたいにしようこの曲は乃木坂さんの曲で、そう、今日結婚発表された高山一実さんがこの曲の裏センターとしてね卒業されてた。カキさんがセンターで裏がお顔を渡すとかそういうポーズがあるんだけど、そうなんかなんて言うんだろうねエモい曲です。 MV を見ればわかる。この曲を歌えます。タイムリー、そうなので知らずに声が大きくなってた。きつく聞こえたかもしれない。僕の毒が間違っといて暗くなった窓が気まずい。人の話聞こうとせずに自分の答えを押し付けた。そんなに世界を狭くしてどうするの。僕は頭を殴られたようでやっとわかったわかった。君の存在当たり前すぎて気づかなかった。そんな言われ方したことないよ。そばの誰かがかばってくれた。わかったわかった。自分のことが愛がなければ生きてはいけない。大人になって初めてだった。いつもはあんな優しい君叱られた。ホームに降りた僕たちは続きを話す気もなくなって少し距離ができたまま人混みに埋もれてしまいそうで僕は謝ることより先に君と手と手をつないだ。語りない軸像パズル外と外に埋め合うのが愛情への思いやりとか優しさとかそれが不自然な関係なんだって思う。なぜか言葉が刺さってるのに見ると素直になれなくてごめん。今返されて悔しいけれど一人きりじゃない。言葉が刺さってるのに反論しても無駄な抵抗だ。何度何度どうでもいいよ。それより僕は君に叱られて嬉しい。ああ
は18歳の人間。お話し会楽しかったです。収録も聞いてくれてありがとう。これからも好きでいてください。愛は甘えられるもの、許してくれるもの、だからいつだって一方的だった。やりたいようにやっては、誰か傷つけてきたのか。例えば世界にただ一人の君は、叱ってもらいたいわ。ただわただ君の存在、当たり前すぎて気づかなかった。そんな慣れ方したことないよ。そばの誰かがただ会ってくれた。わただわただ自分のことが、愛がなければ生きてはいけない。あんな優しい君に叱られた。ちゃんと叱って素直に聞けるから、乃木坂さんペンライト、 ST のペンライトもあるんだけどね、2本あるんだけど。ちょっと待ってね、これちょっと汚れないって。もう1本あるんだけど、どこ行っちゃったかな。はい、乃木坂46さんで君に叱られたでした。最後なんかさ、 ST の曲でさ、まあ曲数が限られてるけど盛り上がる曲やろ、うん、で最後にするね。うん、なんか決めて盛り上がる曲。この辺かな。うん、この曲かな、やっぱり。うん、はい、じゃあこの曲を歌って今日は最後にします。はい、コールしとって。聞こえないもん。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って、立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。くじけそうな時には風を味方にして、背中を押してよ。ペダル漕いで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。時は乱れて汗が溢れ出す。急な下道は続いてる。もっとよ、もっとよ、先へ。そろそろこの辺りで足をついてしまおうか。弱音を吐きたくなる。もうこれ以上走れないよ。僕たちの自転車はなぜに急いでいるのか。ただがむしゃらに勇気いたとこで何になる。目指してるゴールはいくつの谷と山で越えればいいのだろう。ペダル止めて休んだ車輪の分だけチャンスと飾るもの。太陽は沈み、星は輝いて、明日の背中道を照らすよ。次は相棒。あれ、ピンゾ、あ、無理でした。
そうです。どんな道のりも人生なんて誰こいでも馬車に乗るだけ夢に近づけばいい。時は乱れて汗が溢れ出す急な坂道は続いてるもっともっと先へ。見せちゃったのがマジで悲しいんだけど、今日はありがとう、楽しかったです。ちょっとさっきね多分楽曲始まるほんと直前だったと思うんだけど、あっとった、ありがとう。お母さんから来てた、さわやかさん、タワーケーキを10個もタワーありがとう、嬉しい。さわやか、さわやか、ハンバーグのイメージがありますね。嬉しい、またね、そうお礼もさせてもらうのでありがとうございます。じゃあ今日は壇上を読んで終わります。壇上、いや、もっと読みたいな。30位から読んでいこうかな。じゃあ30位って言っていける？いける？できるかな？できるよ。はい、30位どうぞ。キモい。30位、みーちゃん。29位、まっちゃん。9さん。28位、ラベンダーさん。27位、ミカエルさん。26位、ダークフランネルさん。25位、マーさん。24位、グロージさん、ありがとう。23位、23位、マッツンさん。たわ、ここからみんな歌うか、ありがとう。22位、さわやかさん。21位、まゆさん。21位じゃない、20位、きよ兄さん。19位、みんみんさん。18位、カミリアケさん。17位、タイピーエンさん。16位、ワンタさん。15位、トマトさん。14位、キビさん。13位、うまちゃん。ハッピーアメートイニャンタウンシって書いてあるやばい。次12位から。12位、ナスちゃん。11位、おしゅういちさん。10位、コイラさん、誕生日おめでとう、ありがとう。9位、かまちゃん。8位、広島コパセリさん。7位、やましんさん。6位、ぬりえあっと18歳をたくさん楽しんでね、ありがとう。5位、カイトあっとおつまみさん、いつの間に。4位、福太郎あっとやみずさん。3位、イハクさん。2位、タマアットゾミンさん、ハートお疲れ。ありがとう。そして今日の第1位は、1位は、はい、あれなんだよ、ちょっとどう、ね、おなじみのあの方です。あれなんだよ、一体あの方です。はい、今日のランキング1位はマクさん、アットゆいにゃん、楽しみ、誕生日おめでとう、ありがとう。本当にありがとう。タワーをね、本当にたくさんいただいて、もう本当にありがたいです。本当にありがとうございます。メールを送らなきゃいけないんだけど、その前にタワーをね、あの確認しておきたくって、もしかしたら写真を撮り切れてなかったりするのが怖いので、そう、全員今いらっしゃるかは分かんないんだけど、そう、タワーじゃなくてタワー分を投げてくださったって方も多分いらっしゃるんだけど、読んでいけばいいかな。多分26位以内の方は全員くださったかな。ダークフランネルさん、有名方の方はちょっとタワー読ませていただきますね。あの入ってないよって方いたら教えてください。ワンタさん、うまちゃん、ナスちゃん、コアラさん、福さん、イハクさん、ヤマシンさん、マッツンさん、タマさん、イケピスさん、イハクさん、結婚してたわだね、カイトさん、
かまちゃん、しおさん、トマトさん、おしおいちさん、マリオさん、グロージさん、カメリアケイさん、ぬりえさん、広島コーパセリさん、たまさん、ハートのたわ、みんみんさん、タイピーエーさん、きお兄さん、さわやかさん、どうですか？入ってないって方いらっしゃいないですか？大丈夫ですか？ありがとう。あ、すごい3万。すごい。ありがとう。嬉しい。大丈夫かな？抜けてるよって。もしかしたら写真を撮り忘れちゃってるかもしれなくて。そう。そう。大丈夫かな？一回でターン投げた方だけで24人だから、漏れはないと。あ、ほんと？24人と、あとお二人が、ハートと結婚してかな。ありがとう。ちょうどぴったり3万だ。ありがとう。良さそうですね。じゃあ、私は、最後の777通目のメールをこの後送るので、終わります。最後に、ちょっとケーキはもうボロボロだから、このお花と、お花を持って写真を撮りたいな、最後に。アニキメちゃんとひこぶしさんも持って、で、写真を撮ろうかな。ありがとう。じゃあこの後メールを送るので777つ目を待っててください。最後にこの子の写真撮って終わろうかな。ちょっと斜めからで失礼するんですけど。ありがとう。最後の祝福タイム、ありがとう。ありがとう。さあ、18歳のバルーンは最後にバルーンを持って終わろうかな。どこバルーンは8がない。1歳になっちゃう。あったあったあった。3歳でしょ。3歳。最後にバルーン18歳になりました。ありがとう。スクショ18歳なら自分でもあんま自撮りできてないからたくさん撮ってくれたら嬉しいな。81ではありません。18歳。OK かな。ありがとう。じゃあ写真も撮り合えて誕生日を読んだってことで今日は配信終わります。18歳1日目、たくさんの方とねオンライン話し会、そうお話できて、しかもずっと目標にしてた完売もできて、こうやってショールームでもたくさん祝ってくださってすごい嬉しかったです。この18歳もそうみんなといっぱい思い出作りたいので、これからもよろしくお願いします。また明日会いましょう。バイバーイ。ありがとう。777つ目この後送ります。バイバーイ。おやすみ。じゃあね。本当にありがとう。本当にありがとう。大好きです。ありがとう。ありがとう。切ります。バイバーイ。